およそ400年前の伊斜堂村は中城城付近にありました。しかし住民は徐々に山側から土地の開けた現在の場所に移住してきました。最初に移ってきた3組の夫婦が記念に1本ずつ植えたのがこの三本ガジュマルです。伊斜堂の人たちは木を大切に育てました。大きく育ったガジュマルは互いに手をつなぎ支え合っています。広場は子どもたちの楽しい遊びの場所。地域の人たちの憩いの場となっています。